まず杉本はもともとは明治33年に小売業でスタートしまして、名古屋の栄で小売を始めました。当時はお肉屋さんというのは結構珍しくて非常に数少なかったんですけども、その中で戦後ですね、レストランを始めたり卸を始めまして、今ではホテルレストラン納めとかですね、量販店さんへの卸、そして、外食チェーン展開と、幅広くやらせていただいてます。お肉を使った新しい業態の販売の仕方、惣菜の販売ですとか、またお肉を使った外食、最近ではオールドマンハッタンという名前でですね、東京で、非常にニューヨークスタイルの熟成肉の店という、そういう新しいジャンル その外食にもチャレンジしてやらせていただいています。やはり長く続くには、ただ同じ守るだけではなくて、新たな分野ですとか、自分自身をですね、変革していく、そういうところにチャレンジしていかなければ、この時代の変化には対応できないんじゃないかなというふうに考えています。東北の大震災の時に、東北も結構福島とかですね、産地としては非常に大きな産地ですけども、その産地が非常に打撃を受けたといったところで、供給が減ってしまったというのもありますけども、セシウムの問題ですとか、そういう安心安全を心配されるような、そういうことがありました。そして宮崎でも口蹄疫とかいう問題が立て続けにありまして、非常にお肉離れといいますか、お肉 その安心安全に非常に消費者の方がですね、不安を抱かれて、売り買いが落ち込むといったこともございました。でもそんな時でも、その杉本は、逆にそれまでも安心安全にこだわって、産地からいいものだけをお客様に提供しようということで、ずっと生産者の方と一体になって続けてきましたんで、そのことをお客様に PR することで、逆に信頼を得てですね、今まで以上に杉本は他と違うというふうに言っていただけるようになったんじゃないかなというふうに思っております。杉本はこれから、将来に向けて、やはり畜産物のですね、牛とか豚が、どんどん減ってきます。この日本の畜産業界っていうのは、おそらくこれから大変な時代になってきます。その中でやはりお客様に今まで以上にいい商品を届け続けたいと思えば、やはり自分たちで作っていくしかないというふうに考えておりまして、生産の方にですね、今まで以上に力を入れていくといったところで、今考えておりますのは、オーストラリアに牧場を所有して、そこで牛を繁殖して、それを日本で肥育して、日本の技術でよりおいしい牛に仕上げて販売するといったところに、長期的に考えて、やはりその牛の供給を確保するということが非常に大切だと思っておりますので、そういったこの生産にもチャレンジしていきたいというふうに思っておりますし、また中国にも店を今出店しておりますけど、海外にもチャンスがあれば、どんどん出店して、新しいチャレンジをですね、していきたいというふうにも考えております。お肉の専門店杉本というブランドを、やはり日本一にしたいというふうに思っておりますので、そのためにはやはり社員の方に今まで以上にそのお肉のプロになっていただいて、サービスに関しても今まで以上のレベルを上げていただきたいといったところで、社員教育に最も力を入れております。そして全ての社員の方がお肉のプロになり、そしてサービスも一流のサービスマンになっていただきたいということで、そこに最も力を入れて、ブランド力を高める原動力にしたいというふうに考えております。杉本に入っていただいて、一番いいのは、おそらくいろんな仕事ができます。そしてやる気のある人は、いろんな活躍のチャンスがあります。仕入れも
販売もですね、そして自分で開発することもできます。営業マンでもただ販売するだけじゃなくて、自分のお客様に合った商品を、製造の人と一緒に開発して作ったり、そしてそれを自分の考えた商品を世の中に出すと、そういう喜びもありますし、またこれがですね、お客様に非常に喜んでいただいて、そして自分の、モチベーションがアップするといったところにつながっていきます。私たちは、いろんなことにチャレンジする、そういう人にぜひ、入っていただいてですね、老舗でありながら新しいことにどんどんチャレンジして、また大きな可能性を広げていっていただきたいなというふうに思っております。